皆さんおよ僕の,あの今の仕事のことなんですけど、まあ、働いていてあの上司的な人がその同じアルバイト雇用まあアルバイト雇用って言ってもほぼ、まあ、僕もそうなんだけど契約者みたいなもんなんですよねきちっと雇用されていて社会保険も入っているでそれで一、えー、つ上の位の人がいて、まあ、バッチリの色で分かるんだけどその人が、まあ、要は仕切ってる、まあ、バイトリーダー的な感じで、まあ、女子が多いんですよね。 で、社員もいるんだけど、あの要は社員がいて、そのバイトリーダー的な人がバーっていて、僕ら、ペイペイバイトがいるみたいな感じなんですけど、その一人の,そのバイトの,その女でリ,リーダーのね、で僕なんかはその仕事でミスったりとか分かんないことがあったら絡まなきゃいけないわけですよね、その一つ上の位の人と。もちろん社員の人がいればいいんだけど、いない時とか、その人に聞かなきゃいけないわけ。で、それ 1一つ上のくらいのバイトリーダー的な人も何人かいるんだけど1人結構ねめちゃくちゃ感じ悪くて生意気な女がいるんですよねまあ年は多分ね23とか4とかそんぐらいかなって思うんですけど、まあ、基本タメ口なんだよねタメ口だしなんか聞くと嫌そうな顔するし向こうから仕事なんか俺にふ振る時もタメ口だしなんか顎で使うじゃないけどまあそんな感じでめっちゃ邪険にされてるのでなんで俺がそういう風にに、ね、なったかっていうその 経緯もよく分かんないんだよ、ね、で、なんとこいつと思って、で、こっちとしてみれば、まあ、こいつめんどくせえから絡まないようにしようって思うじゃないですか。で、分かんないことがあったときに、そいつ以外の人に聞くようにしてたんですよね。で、まあ、それでもね、まあ、向こうから指示を仰いでこっちに言ってくるときは、まあ、めちゃくちゃ態度悪いし、なんか、うん、あっち行ってみたいな感じだので、だんだんムカついてきたんですよね。で、もちろんね、それ以外の、その、バイトリーダーの女子とかは、 あのそんなにな、んつうの、内向的な子とかはいるんだけど、その、感じ悪い人っていうのはいないんだよね。こっちが不快になるような人っていうのは。で、そいつだけすごい、なんか、簡単に言うと、むかつくんだよね。でさ、まあね、そういう、なんか、ことをされて、なんか、あ、ちょっと様子見てたんだよね。で、やっぱ変わんねえなと思って、なんか、むかつくなこいつと思うわけですよ。で、なるべく、まあ、関わんないようにしようと思っていて、こういう時にさ、 あのどうすんのが賢明なのかってやっぱちょっとこっちも考えるわけよ。例えばねそのタメ口だしなんか態度もすごい悪いしで正直にストレートに本人にさなんかこういう言い方とかされるとなんか感じ悪くてすごいなんか腹立たらしいからちょっと言葉遣いとか気をつけてもらえますっていうのもありっちゃありだよね。俺が本人に直接言うのもねその現場っていうかねそういうことがあった時にね。か えーとまあひたすらあの避けてそいつとの接触をねそのもう最小限に抑えてなるべくスルーする気にしないようにするっていうのもありだよねとあとムカつくからそ,そいつでもムカつくんだけど大人の対応をしてワ,ワンクッション置いてその偉い人にその相談するっていうのもありですよね。でどうしようかなって俺思ったんですよね。でもうやっっぱこいつつムカつくなと思ってたから で、うん、どうしようか。でも俺入ったばっかりだし、仕事もね、そのまだ一人前に満たないから、うん、だし、あと俺も結構もう大人だし、やっぱ一番大人なカードを出そうと思って、あのその面接をしてくれた人がいるんですよね。その人が一応その、現場にはあんまり来ないんだけど、一応そこの,なんの全体の,あの現場の取締役的責任者なわけよ。でその人に あの相談したんだよね実は僕があの実はあのえちなみにねそのムカつくその女の名前も俺分かんないんだよねその女はそのなんかネームプレートつけてないんだよねそいつはねなぜかね <laughs> みんなつけてるんだけどでなんかその働いていてまあそのバイトリーダー的な人にちょっと仕事を聞かなきゃいけない時があってまあ大抵の人は普通に教えてくれたりとかするしその上の人が そのバイトリーダー的な人が自分に仕事を出す時、まあ、普通に仕事をね支援したりするんだけど1人だけすごいなんか感じ悪くてなんかため口だし何か、うん、態度が悪くてなんか邪気にするような感じの人がいてちょっとなんか困っているんですよみたいなことを言ったんですよね <laughs> そしたらで「名前は誰だ?」みたいなこと言われて「でいや名前つけてないからわかんないんですよ」っつってで 誰々さん誰々さんではなくってなったらじゃあ誰々かつああ多分その人だと思いますって言ってまあ確定したわけそれでまあじゃあ君はそれでなんか君の言いたいことは分かったよって言ってじゃあ,あのどうしてほしいんだいってう向こうが言ってきたわけ別にそれもなんか感じ悪い感じじゃなくてでも俺にしてみればもうちょっといろいろその人との、ね、意見交換をした上でこうしていこうかとかねどうしてほしいとかあの 聞いてくるのかと思ったら結構早い段階でじゃあどうしてほしいんだいっていうわけで要はあの俺にそれをまあ聞いてあのそれで終わりでいいのかそれとも俺がその本人にあの君の名前を出してそういうことがあったってことを伝えるのかど,どうすればいいのかねみたいなことを <laughs> 言うわけ別にそれ感情悪い感じじゃないんだけど結構巻き巻きなんだよね展開がねでいや、まあ、もちちろんそ,のそちら様のおっしゃった ってることはわかるんだけど、まあ、自分としてみればとりあえずそのこういうことがあってあのこういうふうに思ってるっていうとりあえずそのことをまあ責任者に伝えることしか考えてなくてとりあえず今それを。 伝えさせてもらいましたもちろんそちら様がそういう風にどうしたいんだって言ってるのは分かるんだけどあの自分があのそういうことをまあ話すことによってそちら様の考えとかもやっぱり聞きたかったから例えばなんだけど、まあ、僕はそういう風に申し出たところでまだ、あ、君はあの仕事が一人前じゃないんだから、まあ、そこはぐっとこらえてあの自分の仕事をもっとしっかりできるようになるように頑張りなさいって言われれば、まあ、それも聞くし。 それかまあ自分がそういうふうにその人の態度とかになんか問題があるってことを話せばそちら様がいや実はそれは君だけじゃないんだよっていうふうな話になるかもしれないしとりあえずまあ話したかったそれいろいろちょっとなんか意見交換をしたかったんですよみたいなことを言ってでまあじゃあどうしたいかっていう話になるとやっぱ本人にその自分の名前出してもいいからまあ伝えた方がいいですって言ったんだよね。要は どうせさ向こうが俺のこと嫌っててさ邪気、まあ、にしてるんだからさもうマイナスな状態なんだからさ俺がそういう風にに、ね、申告したってことをさ言ってもさいいと思うんだよねもうど,ど,どっちみちねって感じでねでそしたらねあのすごい面白い話が展開になって実はその彼女はあの今月いっぱいで辞めるんだよって言われたのあそうなんすかってで僕はやっぱ こうやって自分のね現状とかこの気持ちを正直に責任者に伝えることによってまあそれも分かったしまあ知らなかったことだしだから要はもうやめちゃうからもうその投げやりな感じで働いてるわけじゃないですかとかまあそういう話もしてでまあそもそもなんでじゃあ,あのリーダーみたいな的,的な人がそんな感じなんですかって僕以外にもまあ僕よりもっとおじさんとかも働いていてそういう人たちに何かそういう言葉遣いとかしてたらやっぱ。 どう考えてもよくないと思いますよって多分僕以外の人にもそういう感じだと思うんですよって言ってやっぱでも人間力とかがあってそういうふうにリーダー任命したんじゃないんですかとか言ったらまあその話を下断する前でに結構まあ15分ぐらい話してて向こうも忙しかったらしくてねその現場で多分仕事していてちょっと話が長くなりそうだからちょっとごめん悪いから切るわちょっとごめんねってやれて切られちゃったんだよねでもまあそれをまあ話したっていうことはまあいいことだと思うしまあ 俺はその向こうがだって現場のその声をそういうふうにね聞くっていうのをもういいことだと思うんだよね。うん。そのね直の意見を聞くってまあこっちもそれなりにねなんか勇気とか覚悟はまあちょっとあったわけで、まあ、話したわけだしまあそういうことがあってだから要はそいつ辞めるんだよね。辞めるからそうなんだよねって。 だから、ふざけんなよって思うけどね、ちゃんとね、やめるならやめる最後まできちんとね、ね、橋渡しをしてさ、なんかね、そこも大きな分岐点だよね、そいつ自身もさ、やめるからといって、最後、投げやりでいいか減に働くのと、その、ね、しっかりね、自分のできることを下に伝えてやめるかって、その、未来が変わるわけじゃんって思うんですよね。で、まあ、そいつぐらいなんだよね、すごいなんか。うん。で、他は別に、まあ、 内向的だなとかコミュニケーション能力が低いなって思う人とかはまあいるんだけど別にストレスとか、うん、マイナスをはしこっちに与えてくるような人はいなくてって感じでまあっていう出来事があったんですよねでまあこれを見てる皆さんは例えば今の俺みたいな健常になったらあの、ね、男らしく直接「いやちょっとそういうのやめてもらえますか?」って。 言うのかねそれとも俺みたいに、ね、ワンクッション置いて上の人に言うのかねそれともグッと我慢するのかねまあいろんな,なんか選択肢があって、まあ、どれが正しいとかないんだけど、まあ、その時の気分とか状況に応じてだよねって思うんだよねどのカードを出すかっていうのはでもこういうねなんかネガティブなことっていうのは働いている以上絶対その発生するもんだし、まあ、それをまあいかに乗り越えるかっていうところに、まあ、人生の醍醐味仕事の醍醐味っていうものがあるものだと思う一番良くないのは1人で うじうじくよくよしたりとかただ単に何か、ね、気の合うやつと慣れ合い的な感じでぐちぐち言ったりとかして全然進展がないっていうのが一番良くないと思うんでね解決に向かってね。なことがありました。ではどうもありがとうございました。